エスクアリットはパブリックドメインの軽量な関係データベース、管理システムである。サーバーとしてではなく、アプリケーションに組み込んで利用されるデータベースである。一般的な RDBMS と違い、API は単純にライブラリーを呼び出すだけであり、データの保存に単一のファイルのみを使用することが特徴である。バージョン3.3、8からは、 全文検索の FTS1 モジュールがサポートされた。その後、FTS2 回 TS3 と強化を続け、バージョン3.7、4からは FTS4 モジュールがサポートされている。エスクアリットは本体プログラムに対して直接リンクしたライブラリーもしくは共有ライブラリーやダイナミックリンクライブラリーの形で利用できる組み込み型データベースエンジンである。その特徴として、 おおむね6 0 0ロビット前後のフットプリントでフルセットの SQL ステートメントと型束縛のないデータセットを利用することができる。データベースストレージに対するアクセスも内蔵しており、ファイルおよびインメモリストレージに対応している。ファイルを共有することで複数のアプリケーションがデータベースインスタンスを共有することも可能であり、サーバークライアントモデルではないアプリケーションローカルで、 使用するデータベースエンジンとしては合理的な設計となっている。エスクアリットのもう一つの特徴はバイトオーダーに依存しないアーキテクチャ非依存のストレージを採用していることである。このためデータベースインスタンスを格納したストレージとなったファイルは再利用性が高い。ストレージバージョンにさえ注意を払えばアプリケーションからストレージを取り出し別の OS やアーキテクチャで動作している。 別のアプリケーションにデータを変換することなく移すことができる。ストレージまでネイティブコードで直接実行し、間に何らかのプロトコルやプロセス間通信を伴わないことにより、単一のトランザクション内におけるレイテンシーをある程度削減することに成功している。一度トランザクションを開始するとストレージはロックされ、トランザクション中のセッションはキャッシュを有効利用して動作するため、 高速にデータベースにアクセスすることができる。これは応答性が重要な、かつ多数のトランザクションが並行しないような規模のアプリケーションでは重要な要素となり、エスクアリットをサーバーとの中間にキャッシュとして採用する事例や、アプリケーション組み込みデータベースエンジンとしての採用を促す理由ともなっている。標準で搭載しているデータセットの方は整数型、文字列型、 無制限スカラ型の3種類である。工述の CUI ベースの管理ツールを標準で備えるほか、複数の GUI ベース管理ソフトウェアが存在する。またストレージ仕様がアーキテクチャに依存しないため、管理ツールの直接実行が難しいシステムにおいても、ストレージを取り出して、Windows マシン等でデータを確認したり、SQL ステートメントを実行することが可能である。 エスクアリットのオーデビシドライバがサードパーティーから提供されている。エスクアリット2とエスクアリット3のバージョンがあり、エスクアリットに向けにはさらに UTF-8 対応版がある。ありがとうございます。